ははいこんにちは今回なんですけれどもとうとうねやってきてしまいましたアプリ内アップルストアでのアプリ内課金額の値上げがねやってきてしまったわけなんですけれどもなんかねこれ日本時間の10月5日にはやってこなかったんですよ10月5日のうちに課金の、ね、値上げがあるっていう発表だったんですけれども実際に課金の値上げがあったのは10月の6日の 夕方の5時ごろですかねいや5時よりも前に一応ちょっとずつその値上げはあったんですけれども本当に何だろう一個一個の項目で少しずつみたいな感じなんですよ。まあ、どういうことかっていうとこれ14,500コインでこれだけ課金できるものから。 値段の変更がされていってまずこれが値段変更されてその次にこれがちょっと時間を置いた後に値段変更されてみたいな感じで段階的にこんな感じでこんな感じでちょっとずつね段階的に値段変更がされていってるんですけれどもいまだにこの120円で買えるこちらの価格に関してはまだ値上げの更新がないですね。 一応こちらのアップストア上で価格自体が変わっているのかどうか確認してはみたんですけれどもまだ120円のまんまですねでおそらくこの120円のものは160円に変わりますで160円に変わって100コインといった形になりますかねでこれあのねちょっと値上げがあったことでその値上げた分だけコイン量が増えているかどうかに関してなんですけれどもあのコイン量は一切 増えていないなです、はい、値上げした分だけのコイン量は増えていないので、まあ、値上げ前と値上げ後でねコイン獲得できるコイン量は全く同じですただ単純に値段が上がっただけで3割増しぐらいされてますね大体、まあ、基本的にはねその値上げた分だけその運営さんがなんか調整してね、まあ、ユーザーが損しないようにするみたいな、まあ、そういうことをやってる会社って、まあ、ごく一部本当に少数だから、まあ、こんなもんなのかなって気はするんですけどね うんまあ、個人的にはですけどこのコインで買えるものをもうちょっと安くしてくれたらまあ嬉しいかなって気はやっぱしますよね例えばそうだなうんこの、まあ、個人的にはやっぱりこのピクミン上限とかはね20増やすのに180コインも使うからまあ個人的にはちょっと高いかなって思ってしまいますねせめて150個円ぐらいにならないですかね、まあ、そういった調整をしてくれるとう嬉しいかなって思うんですけどもどうなんでしょう まあ値上げの結果としましてはただ値段が上がっただけでもらえるコイン量などは増えていないということでしたちなみにですけどポケモン GO でも全く同じように価格改定がされておりますポケモン GO やってる方も開いてみてくださいそれでアンドロイドの方はどうなっているのかってちょっと見ていきたいんですけれどもこれこの動画のためにアンドロイドスマホ買ったんですけれどもアンドロイドに関してはまだ1万2000円でこちらのね1万4500コイン買えますだからアンドロイドに関してはまだ値上げがされておりません もしアンドロイドスマホをお持ちの方でしたら、今のうち、まあ、いつこれがアンドロイドが値上げされるのかどうかというのはちょっとわからないです、ただ、アンドロイドでもまあ値上げするよということはまあ示唆されているんですよ、他のプラットフォームでも、アップル以外のプラットフォームでも値上げをする予定でございますと書いてあったから、いつかはアップルと同じように値上げをするとは思うんですけれども、アンドロイドは今のところ、全く値上げなどはされていないです。 もし手元に Android スマホをお持ちの方がいましたら課金するときだけ Android スマホからやってみてはいかがでしょうかよろしければ、ね、こちら活用してみてくださいそしたらじゃあ今回は、ね、この辺で以上とさせていただきますまあ個人的には、ね、その値上げした分だけ購入量も増やしてくれたら嬉しいなって、まあ、そういった気持ちはあったんですけれどもねうん、まあ、今後ね、まあ、何かやってくれるのではないかという、まあ、そういった期待を、ね、寄せてみたいかなと思いますそれでは ありがとうございました。